昭和22年戦争から帰ってきてアメリカの捕虜になってるわけね、しばらく。でその時にやっぱ商材たけてるから、うん、何かこうないからっていうことでパラシュートあるでしょ、うん、あれ の, あ の, あの生地がありますよね。であれでネクタイを作ってね、やっぱり合成できる人もいるし、いろんな人集めて、そしてネクタイ作って、そしてアメリカ人に売ったと。戦争に行く前は福井から出てきてデッチ奉公ね、これをやっぱりやってかなり軽減してるわけですよ。でその時にやはり培った商売の基本ですか、まあ、こういうのがあってこういうふうなことをやって帰ってきて、それをもとにこの工芸を始めたと。の僕はっきり言って途中の者なんですよ。でそこがちょっとあまり気に入らんからね、3ヶ月ぐらいかな、それで辞めたわけです。でその時ちょうどこの西区の僕が営業担当しとってね、でこうずっと、まあ、セールスっていうかそういうのに回っとって、で中途採用これ の, あの看板があったわけね。でそれ見てでいろいろとこう試験も若干ありました。どんな試験やったかちょっと覚えてないですけどね、昭和38年の8月に入社をしました。もうパッと入ってね、なんかこうみんなね、こう電話でもこうガッとやってるし、あ、活気がありそうだなって。で、1ヶ月ぐらい大阪にいたかな。それからすぐに、あんたは九州行きなさいということで、あの時は福岡支店ですよね。でそこへまず赴任をしたということでね。その当時ははっきり言うて、途中で何回も何度かの会社やったからと思ったこともありますよね。キリイラクチューがね。やっぱ何でもやらないかと。すぐに営業に出されたわけで、どこもあるかわからんでしょ、うん、地図にね、そこの得意先丸するだけよくして、でそこに何々商店でこう書いて、でここが一応山田の一応得意先やって案内して引き継ぎとか何もないですよ。で自分でこう行かないかわけね。でこう行きながらさ、どうしようかな、入ろうかなって、本当に度胸、勇気いりましたよね。この会社はどういう会社っていうのを自分で全部やらないとしょうがないですね。そういう苦労はありましたよ。1991年ですから、もうだいぶになってからよね、もちろんね。海外というのは工作機械の、まあ、輸出というかね、これが非常に多かったわけですよ。そしてアメリカが非常に良くない。で、誰がやっぱやらさないかということね。で、あんた行って、アメリカ行って立て直してくれんからっていうことで、説得されたとか、なんかそんな感じですよ。うん、だからあの時断っとったら断ることはできたと思うんですよ。断っとったら、どうなってたかね、わからんですね。今の僕なかったと僕は思いますね。その時もう覚悟しましたもん。うまくやって帰ってくるぐらい一つと、失敗して返されてるぐらい一つ。帰ったら必ずこういう夢っていうかね、自分の。やっぱこれが待ってるよっていう気持ちありますね。アメリカに4年間おったのがものすごくやっぱ経験になってると思うね。そしてアメリカの時にヨーロッパ行ったり、あちこち行きました。で帰ってきてからも国際本部長も兼務したり、で拠点も広げてきたし、まあ、そういうことができたんですね。だから実際人に聞いてるだけやったらおそらくできなかったと思いますね。なぜだったのかなとかいうのはあんまり感じかったですね、うん、かといってな生意気ですけど、なるべくしてなったとも思ってません、ね、代表取締役副社長がついてからね、ひょっとしたら俺やらないかんのかなって。でその自分からやはり会社の参加年計画とかいろんなことをこう自分でやりながらね、そして会社は何が今ダメなのかとか、どうしたら良くなるんだろうかとかいうことはちょっとシミュレーションしましたよね。そして社長にもしなった暁にはこういうことをやろうと。それで2003年の4月1日に社長に就任したわけですね。